今回は波風湊の技のネーミングセンスやばすぎない?について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。真面目なシーン。かっこいいとかじゃなくて素でずれているんだよな。思ってるだけなのがポイント高い。語呂ある。何?何の何?螺旋先行超ロンドホミ式で隙を作って風遁超大玉螺旋手裏剣とトンスサノウを家具土を組み合わせた尺光輪疾風漆黒やゼロ式を叩き込んだらすごい強そうだよね。とにかくいけー。螺旋先行超ロンドで地味式赤尺トン光輪疾風光輪疾風漆黒やゼロ式。螺旋先行超ロンド穴三式螺旋舞歩春影残一式烈空天光残打つ歩戦ゼロ式。ブリーチより字面がうるさい。区内投げまくってそれに飛来心しまくって。で攻撃する技だっけ他はなんとなくわかるけれど舞歩がどんな技なのかわからない螺旋先行超輪舞歩三式じゃないかな他見ると輪から調和だと思う螺旋舞行春影残一式とか螺旋舞歩春影残一式かなと螺旋岩という奇跡のネーミング基本技はシンプルにして後から盛らないとな待って吠える感じの勇ましい攻撃みたいなノリかなって烈空天光残打つ歩戦ゼロ式ほぼ突っ込まれないから読んでる方が変なのかと錯覚させる現術。火影には変なやつしかいねえのか。基本は足し算で引き算を知らない。なんとなく超級武神破山好きそう。四代目は自分でもこの技名はないなとか言ってるのに。この変なセンスだけは遺伝しなくてよかったな。卑劣様のネーミングセンスは本当に奇跡だと思う。飛来陣斬り。飛来陣二の段だよ。やっぱ術名って開発者が名付けてるのかな飛来陣はかっこよすぎる。なんか感覚麻痺してるけどナルトも大概すごい名前だと思う。よく考えると春の桜とか畑かかし名前がそのままなの多いぞ。春の桜はギリ現実でいそうな名前だし。おびとがかかしみたいにっていうあたりちゃんとかかしがある上でかかしなんだよな。ラーメン食いながら適当に決めた名前だからな。港のネーミングもシンプルな気がするやってること全部入れるせいで無駄に長いだけで。逆にどんな技かすげえ気になるわ性質変化は加えられないから多分螺旋岩当てるまでのプロセスが特殊なのかもしれんが。飛来陣の術で高速移動して自分で螺旋岩みたいな塊になる術じゃなかったっけ螺旋先行超ロンド歩三式。それは飛来陣極限時空疾風先行連弾だ。テイルズの技名をさらにダサくした感じがする。テイルズの連続技を思い出したサガフロの連携は思い出さないなぜだ。卑劣様が普段ならツボルとか言ってるからあの世界でもあれなネーミングセンスって扱いなんだよな。逆に普段ならあれがツボってる卑劣様が面白い。ツボってる卑劣様見てみたい普通に笑うのかそれとも顔伏せてこらえるのか。卑劣様結構ノリいいから大好き。飛来陣極限時空疾風先行連弾なんか他と比べても特に小学生味がある名前だな。このセンス一切誰にも受け継がれてないのがひどい。受け継がせるほど育児できなかったからな。名付けに関しては多分まともな人はあまりいない人名とか見てるとそう思う。もっと削っていこう。そもそも港から引き継がれてるもの何かあるのか。髪の毛と目の色。螺旋岩と飛来陣2の段が奇跡的なネーミングだったとは。時空間忍術飛来陣の術困難かっこよすぎるよな。まあそりゃそこら辺のネーミングは卑劣様だろうし。本人も一行した後でないなと思ってるし、ありとないの違いがわからない採用した技名との違いは一体どこなのか。自分の術じゃないから遠慮したんでしょ。ラントンレイザーサーカスみたいな無茶苦茶な当て字の術よりはマシに思える。当て字でも無色防衛はなぜかかっこよく見えるんだよな使用者がいいからか。字数が少ないし名前と実体が近いからかな。蒸気爆発する危険な防衛を振るうもの。まあ雲隠れはギロチンドロップとかダブルラリアットとかにめちゃくちゃな当て字してるしそういうもんかと肌も浅黒い人が多いし文化からして違いそうだ。進展烈空山光旋風滅災神罰滑殺撃があっさりして見えるぐらいギトギトしてる。名前に反して柱間の木トンよりは地味。柱間の木トンは桁違いすぎるだろそれと比べちゃったらほとんどの術が地味になるよ。機械交換読んで字のごとく出すやつがあるか。牧人とか神数千樹とか中間の術って結構そのままだよね。まずこの葉の黄色い線香って二つ中からしてダサすぎるんだけどあれはさすがに本人考案じゃないよな。結構かっこいいと思います。小声無限砂神大突破とかアマテラスとかあるしそこまで笑われるセンスかな。長いし言いにくいんだわ。
本人は真面目に考えて長文中二病ドキュンネーム生み出してるのがね、疾風と疾刻が続いてるのが言いづらい。長いんだよな。全部漢字で統一してるし、まあありだと思う。シャクトンサンライズダークネスアローとかじゃないと中二には感じない。新天烈空山光旋風滅災神罰喝殺劇みたいな。卑劣様をつぼらせることのできるネーミングセンス。光は疾風疾刻やら旋調論度光、ここまではまあわかる。その後のゼロ式やら未式やらの意味のない丸式がダサい。ナルスト4の技発得。神速螺旋岩以外わかりにくすぎる。光は漆黒の薬雷ならギリギリかっこいい範囲なるとっぽくないけど、一人だけナルストのネーミングセンス。最後の〇〇式さえなければまあ、いけなくもないんだが、これのせいで本当にダサくて困る。丸式のところを飛雷陣と同じで丸の段に変えた方がいいと思う。疾風と漆黒が連続してて言いづらいのでどっちかだけにした方がいいと思う。シャクトンって言ってるのが気になる。案外分類は適当なのかな？風炎っちゃそうだけども。ナルトの名前をど根性人間から取ってよかったと思う。光は漆黒や螺旋ロンド螺旋春影一に螺旋極栄線ぐらいにアレンジすればいけるか。ナルストの折り扇は声優さんの力で飛雷陣時空疾風閃光連の段ゼロ式でいい感じに区切って言うからかっこよく聞こえる。シャクトンとは違うのに似てるしかっこいいからシャクトンってつけちゃうあたりが中二病と同じセンス。とりあえずかっこいい漢字をつなげてやたら長くなっているのが中二っぽい。螺旋岩は地雷やネーミングの可能性も。これだな。螺旋うんちゃらかんちゃら岩うんちゃらかんちゃらってつけてたところに、エロ仙人が長いな。螺旋岩でいいじゃろって感じ。ゼロ式はいらなかったのでは？なんで派生技ある前提の名前つけてのよ？その方がかっこいいからか？俺もとりあえずつける派だけど。それこそ螺旋岩みたいなもんじゃない？螺旋岩螺旋手裏剣みたいな感じで、あの技も最初は降臨疾風疾刻矢で派生していって、ゼロ式をつけるようになったんだろう。いや、号数じゃなくてもっとわかりやすい派生ネーミングつけてよ。卑劣脳してるから開発した後にそれをどう使うか、どう発展させるか思考する、その現れだと思う。ゼロ式ってことは1式、2式と発展させたいと取れるし、相手の背後に回って螺旋岩ぶつけるのを二の段って言ってるし、港の中で単に正面からぶつけるゼロ、飛雷陣で正面からぶつける一、飛雷陣で背後からぶつける二ってこだわりがありそう。螺旋岩の名前に港案があった説か性質変化を入れる予定の未完成の術だし、冠無理言葉はゼロ式かな。先方長王玉螺旋多連岩長いけど必要なワードのみを入れ込んだわかりやすい術名。息子はこうなのにな。ナルストのスタッフ技名考えるの楽しかっただろうな。港は満場一致の1位として技名ダサい。忍びランキング2位は誰だろう。本人が名付けたものとは限らないけど、作中ではそういう扱いされてないけど雲隠れ勢かな。幼少期の柱間、ま、体術奥義超過トン現術切り大手裏剣二段落としの術とかいう何がなんだかわからない術。体術なのか現術なのかわからねえ技来たな。てかあの世界の技名どうやって知ってんだろう。秘伝技は教えてもらって、自分の技は自分で名付けるだろうけど、シャリンガン・リンネガン固有術とかはどうやって知ってるんだ？過去の文献でも見返すのか、はたまた典型のように術名が脳内に降ってくるのか。声に出してみたらの矢が天敵すぎる。ここでテンポ切れる。飛雷陣と飛雷陣切り、江戸天聖。天球、水弾波とかはシンプルかつどんな術か想像しやすい。実際の術とイメージ合うので効率中の卑劣様らしいなと思うし、それゆえ自分じゃ絶対ないセンスの港の術名につぼるんだろうなと。漆黒の矢じゃなくて黒の矢にするだけでだいぶ読みやすく音もまとまる。降臨疾風、黒の矢ゼロ式みたいな区切りだと、漢字4文字主になる技名型番で違和感もないしナルトっぽくはないけど、あの爽やかなルックスと優しくて真面目な性格から繰り出される世紀末ヤンキーセンス。飛雷陣二の段みたいにシンプルなのはかっけーなと思う。降臨疾風漆黒やゼロ式なんかはその長い長い上に詰め込みすぎ感があってダサく見える。長い読みがわかりにくい。長い子供の名前とかもこの人の脳内候補は何だったんだろうな。キラキラネームは絶対クシナに却下されるだろうけど、急いで作戦伝えなきゃならない時に俺がシャクトン降臨疾風漆黒やゼロ式を打った隙にとか言われても困るだろ。こいつから螺旋岩が生まれたのが奇跡。螺旋超圧極秘岩ゼロ式とか名付けられなくてよかったなお前。ナルトがナルトというシンプルな名前で生まれたのは奇跡。
金色疾風螺旋太郎とかになってたかもしれんな。ジライアのおかげ。ジライアがラーメンのナルトから取った名前を雑に小説の主人公にしたから、一歩間違ってたらキラキラネームになってたんだな。怖い。さすがに誰か止めるとは思うけど、螺旋岩っていう名前になるまでに一悶着ありそう。みんなとわかった。みんなの意見を尊重してこの術の名前は螺旋岩にする。みなとでも今のところは螺旋岩だけど、性質変化の組み込みができたら螺旋岩ゼロ式と呼んでも良いはず。皆さんは、波風港の技のネーミングセンスやばすぎない？についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。